マジ吉、Y、就活生、お祈りメールに、怒りの。ねえ、返信。どうせ二度と会わないし。常識をぶち壊せ。人事 Y、大学の就職課に転送、でも意味ないんやろな。ちな、人事やけど、この辺ありがちすぎて迷惑メールフィルター突っ込んでる。暴言メール、マジで送ってくるやつとかおんのか？おるで、大学名は控えとる。腐るほどおるから、NG 設定してる。絶対嘘だわ。よくあるんか。この手の情報って、他社とエージェント経由で連携してるから気をつけた方がええで。返信までのレスポンスが10分以内ならなおよし。これ、他社に回したらええんちゃう？そんな労力使ってられんわ。名前覚えたぞ、とかは脅迫になっちゃうんかな。くゆー、アスホーって送ったったらええねん。暴言メールとか、自分の選択の正しさがはっきりして人事絶頂不可避やろ。完全論破やめろ。せや。嘘だと思って落としたやつからメール来た時点で、ダメだ、まだ笑うな状態やな。くさ。せやね、やっぱり落としてよかったとしか思わんやろな。しかし、わざわざ面接に行った企業で不採用になると、メンタルのダメージでかいし、企業労力時間の無駄感半端ないよな。もっと企業は、学生の負担手間省けるように工夫せなあかんわ、書類でもっと絞るとか。それはそれで人間性を見てって言われるし、書類より面接が確実やろ、書類で足切って面接からが試験よ。いちいち書類書かせるのがだるいわ、人柄重視、かっこ悪なら、ES 出さずにテレビ電話で面接しろって思う。当たりに、うっことか、ちっこって書いてればニュース報道不可避やったのにな、もったいない。参加者少ないから、今日の説明会キャンセルな、って終わりそう。できる限り、落とした企業の業績を下げる努力はしたくなるけど。選考結果のご連絡、背景、時価、ますますご精鋭のこととお喜び申し上げます。さて、慎重に企業情報を検討した結果、残念ながら記者は不合格とさせていただきました。なお、選考会欠席に関するお問い合わせは、ご遠慮くださいますようよろしくお願いいたします。末筆ではございますが、記者の今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。警部。勝者の発想やね、丁寧でよろしい。人事、ね。法人格に活躍は使わない定期。よほど人事が正確ひん曲がってない限りは、その手のメールは無視だろ。ひん曲がってる方がダメージないやろ、真面目なやつほどダメージでかそう。わい、切り捨て系人事、送信専用アドレスでしか不採用通知送らないので、の、ダメージ。人事やけど、採用のブラックリストはマジであるんやで。正直、就活で悪さしても、最悪大学の人から説教される程度で、定額とかはないやろ。だからこそ、会社側は、学生のモラルにかけるしかないんや。そもそも、就活と大学なんて関連もないのに、定額とかありえんわ、せいぜい、以降推薦しないくらいやろ、明確に大学と繋がってるのは。何十社も受けるんだから、いちいち怒ってられんやろ。これ、しょっぱなから本命受けて、準備足らずで落ちたアホやろな。人の人生かかった仕事なわけだから、人事は、これくらいのことは想定しなきゃね、落とすには、それだけの覚悟しとけよ。これな、わい、退職手続きしすぎのストレスでいかいようになったわ。転職会議に消されない程度に嘘書いたらええねん。いっち、Y の会社の社長もお客さんに、ねって言って、出禁になったから大丈夫やで。ええぞ。許すわ。面接ではあんだけヘコヘコしてたのに、嘘の付き合いって悲しい。赤信号、みんなでやれば怖くないの精神。みんなでやってないじゃん。ああ、いくつかの企業間でブラックリストに入れられてるで。人事も、そんなこと言うやつ落とせてにっこりやで。聞こ。こういうの増えたら、就活がもっとドライになりそうやな。もう落ちるところまで落ちてるだろ。面接落ちたから、腹いせに洗面所で、うっこしたってスレ見たのを思い出した。気違いを落とす、人事有能。まあでも、そこまでやる度胸があるなら、ここから逆転採用もあるで。やっぱ見る目あるわ。お祈りメールってなんや？しょうもなすぎて、くさ。バカじゃねえの。クソみたいな圧迫面接受けて仕返しする、わかる、普通に落とされて嫌がらせする、アホかな？企業にも横のつながりあるから、これから不利になるぞ。面接ばっくれても、企業は大学に苦情入れないし、入れたとしても、大学にはダメージはない。一矢報いた。先日は、不採用通知をいただき、ありがとうございました。これまでの記者の経営状況と面接の結果を総合的に審査いたしました結果、大変喜ばしいことに、私の意向に総結果となりました。説明会でお伺いしました。信頼と誠実を重視している記者の面接におきまして、度重なる圧迫や、ぶしつけな態度を拝見いたしました結果、このような判断をさせていただきましたことを申し添えます。なお、記者情報につきましては、私で責任を持って公開させていただきますので、ご了承ください。末筆ながら、記者のますますの不祥事と、ご推退をお祈り申し上げます。陰湿でくさ。くさ。これ使いたかった。送りたいわ。くさ。
面白いと思ってるのか、こういうメール送ってくるやつは結構いるで。まあ、そういうやつはほぼ確実に面接の評価がゴミゴミ&ゴミやな。わい、くっそ圧迫面接で落とされて、でも、丁寧なお礼メールとか書いたら、行こう、めっちゃアドバイスくれたり、他で内定もらったらお祝いしよう、って飯誘われたりしたわ。なんやろ、これ。怖い。同僚他社やから狭い業界やし、優しくしとくかってなったんかな。さすがに向こうもずるいこと考えとるやろ。内定出た企業によっては態度変えるとかあるんちゃう？有名企業なら、そこの人事が優秀やと判断したってことやし。ずるいことは考えてないと思うけどな。有名っちゃ有名や。てか、結構競合先やな。部門は違うけど。重症やと、あえて落として、食い下がってくるやつを採用するところもあるで。最終面接で落とされた人は、もう一度だけ習えで、ってあらかじめ説明会言っとくところもあったな。重症ではないわ。お世辞やろ。普通に、もう飯食い行く約束しちまったで。サプライズパーティーやろな。なんのやねん、差し出の飯やぞ。そら雇用契約のサプライズな。プレゼントやろ、断ったらご飯代全部払わされるぞ。怖すぎない？落として正解だった。人を見る目があったという話にしかならんな。担当者の出世を手伝ってるようなもんやで。人事課の熱い報復、大学への報告。お祈りメール系って返信できない設定やと思ってたわ。そのままお祈りメールから返信するんか、ステアド使わなければまずいやろ。お祈りメールの Y の名前のとこが文字化けしてて大草原。自動的に名前が入るようになってるはずやのに、一文字消したりしたんやろな。Y には指名、性、さん当てできたぞ。くさ、インターンシップ出たのにそれできたわ。Y は、ドル、UILN 様やぞ。自動送信の変数みたいやね。今後の、ドル、UILN 様のご活躍をお祈り申し上げます。こうなってた。くさ。ドル使ってるから、変数定義みたいやね。データベースから抹消されるくらい見込みないのか。ひどい、学校主催の説明会まで来といて、書類選考でそれはちょっと。お祈りメール、ドキッとすんねん、丸か書けるだけ書いて送ってくれ。メールタイトルでわかるで、受かってたら日程案内だし、ダメなら選考結果のご案内とか。校舎でも受かってることはあるからな。郵送でも封筒の厚みでわかるよな。まあ、何よりは返信タイミングよな、文句なしで受かってたら、当日夜か、次の日の日中には連絡が来る、補欠合格みたいにかなり遅れて、選考通った連絡来たやつもいたけど。因果応報、天柱、なわけあるか社会不適合者、飛び切りの無能を自覚しろ、ゴミ。これ、こんなことしてるうちは、入社した会社を悲しませるだけやからニートやっとけや。お祈りは、不採用者の感情を逆なでするだけだと判断したのか、最近では、お祈りもしないケースが増えてきたみたいだな。受験者には、合格の場合のみ通知すると説明するようになってきているみたい。実際、丸月丸日までに連絡なかったら不採用、くらいにした方がええよな。客商売なら、特にこういうの進めた方がええわ。JR 東はこれだったな。もともとそうだったの、さすがに感じ悪いからお祈り出すようになった流れだったと思うんだが、触らぬ神に、たたりなしや。連絡ないと、念のため問い合わせる人がいると思うな。いずれにせよ、早めに連絡してくれたら別に怒りはせんのに。人事よるなら聞きたいんやが、学部で内定蹴って、院から同じ企業受けたら普通に取ってくれる？それとも、ムカつくから落とす？そんなん言われなきゃ、5年前に来たやつのことなんか忘れとるで？さすがにパソコンとかにデータ残っとるやろ。まあそこまで悪印象ではないやろ、院行って進化したなら、でも、なんで院行くのそんな直前に決めたのかくらいは思うわな。正直、すげえ迷ってる、働いてからやっぱ研究したかったなと思ったら、一生後悔して生きることになるんやないかと思って。修士程度じゃ研究職は限られるし、博士になると、就職自体の難易度は上がるから気にしなくてよいで、学部で入れるなら、学部の方が良いわ、初任給も昇給で縮まる。研究職って、より開発職に就きたいと思った時やな、学部やと、品質保証に回される可能性が高いみたいなんや。なんで博士課程前提なんですかね。ワオが出たからや、すまんな、つい。わい、まさにそれやったけど、普通に内定もらったで、また蹴ったけど。マジか、希望が湧いてきた。どうせお前が受ける企業とか、しょぼいとこだろうからポジティブに考えとけ。真面目な話、どのみち君が受けた時の面接官が同じやつなら落ちると思うで。会社がでかいなら確率的に低いやろけど、その時面接官を解き伏せられるような成長してるなら別やけど。人事の人に聞きたいんやけど、やっぱり顔のいいやつから採用させていくんか？入ってくるやつ見てると、営業用とか管理部門用とかで、採用キャラ使い分けてる。Y の友達で、元気があるって理由で落とされたやつおるで、黙々とやるタイプが欲しかったんだと。ピュアやな。字面通りに受け取ってて、くさ。普通に他の企業にも知れ渡って終了だと思う。人事、君、向いてないよ。Q
記念に窓の外の景色でも見る。この時だけは Y も暴言メール送りたくなったんご。就活で落とされると自分そのものが否定されたような気分になるよな。就活生頑張れ。お祈りメール来るだけマシやろ。